こんにちは、ジョニーです。今日は外でね、撮影していきたいと思ってます。今日もうね、7月31日ってことで、もうすごいね、あっという間だよね。今年も7ヶ月終了ってことで、明日から8月、夏休みっていう人も結構いるかもしれないけど、とにかく仕事は忙しい残念なくらいにね、そう、仕事は忙しくて、もう今週はね、ひどかった。もう朝から晩まで、まあまだ終わってないんだけどね、次から次へと重要な仕事が降ってきて、まあ降ってきてというか、まあいつもやってることではあるんだけど、大変なんだよね。何かっていうと、ライブでちょっとお話したかもしれないけど、予算の話ですね。うん。予算って、まあね、僕からすると結構不毛な仕事のようにやっぱ感じる時があるんですよ。まあみんなね、そういう気持ちになることはあると思うんだけど、そういう仕事ってね。だってそれによってさ、その来年度の計画が綺麗に立てられるっていうわけでもないし、今後ね、数ヶ月経てば計画なんて変わるもんなんだから、どれだけ意味があるのかってね、思うこと多いと思うんですけど、まあただね、なんだかんだ言って、ここで手抜くと本当に良くないと思ってるんですよ。何が良くないかっていうと、やっぱその管理職やってると、自分の部署のサイズ、予算の規模っていうのを、見られる時があるんでね、3人のグループの管理職、管理者として仕事してますっていうのと、やっぱ100人の部署のマネージャーやってますっていうのは全然訳が違うじゃないですか。っていうのがあるんで、やっぱね、その規模を拡大していくっていうことはある種重要なんですよ。これはもうその日本の経済とかそういうのも含めてそうなんだと思うんだけど、大きくしていく過程でやっぱりその多くの仕事が得られるし、多くのポジションを生み出すことができるし、やっぱりね、成長は正義なんですよ、僕に言わせれば。で、まあそんなね、大切な予算の時期だから、もう本当に数字を用意したり、その来年何人いるのを何人ぐらいにしますとか、こういうところにお金かけますとかね、そういうのを一個一個ちりつもで積み上げていって、で、まあそれでね、その来年度の予算っていうのを、まあ、作っていくわけなんだけど、まあそもそもね、数字に強くないとそういうのって難しかったりするし、まあ、開発側の人間としてはね、そういうの得意な人って結構限られてるんで、できる人って一部だったりするんだけど、やっぱその辺ができるかどうかっていうのは非常に重要だと僕は思いますね。まず数字に強い開発系の人ってそんなにいない。まあ、その会計とか簿記とかそういう話俺ちょいちょいしてると思うんだけど、やっぱそういうの重要。あとはその自分の部署が将来的にどうなっていくかっていうのを見通す力、これがね、本当に必要だと思います。すごい暑いねでね、本当にね、最初にお話ししたように不毛に感じることがあるんですけど、そういう中でね、こういった、まあ、ある種ちょっと面倒くさいし、数字に強くないとできないような仕事をきちんとね、丁寧にできる人っていうのはやっぱりね、評価されますね。うん、そういう意味でできる人が本当に限られてるから、やらないといけない、ちょっとめんどくさいかもしれない、そういった仕事を、そういった大切な仕事をね、そうちゃんとやる人っていうのはすごい評価されるというふうに、まあ僕はね、信じてやまないので、まあ今回もきっちりやったつもり、うん、まあ結果はね、そう、結果的にはうまく関係者と足並み揃えながら進めることができてるんで、まあ、僕個人的にはね、結構満足なんだけどね、今のところね、うん、で開発側にいるとどうしても、ね、コミュニケーション能力なくっても大丈夫みたいな、そういう職種もあるんだけど、管理職になってくるとやっぱそういうわけにもいかなくって、ビジネス側との交渉力っていうのがやっぱね、強く必要になってきますよね。でも僕は比較的そういうのにまあ、長けているというか、評価されている側面があって、そういった場面に投入されやすいんですけど、そうやっぱりね、時として直球に話す必要もあるし、回りくどく遠回しに話す必要もあるし、言葉ってやっぱり力があるから、やっぱりね、理想的には誰一人として傷つけずに、みんな同じ方向を向いて進められるように交渉をする、コミュニケーションを取るっていうのがやっぱり大事だし、その努力を惜しんではいけないと思います。まあ、その予算の話でいくとね、本当に、まあ、簡単に言うと、テック側から言うと事業側にお金くれって話ですよ。うん。で、まあ、お金くれっていう話をね、本当に回りくどくしててもしょうがないんで、端的に
これこれこういう理由でこういう状況だからお金が必要なんです。それがね、結果としてうまくいくかどうかっていうのはもちろんその相手次第だったり相手の環境状況次第ではあるんだけど、やっぱこっちが考えていることを分かりやすく伝える、それができるようなマネージャーじゃないと、まあ、やっぱりねその開発系とはいえその役割っていうのは務まらないんじゃないかなというふうに思います。まあ伝える力ってやつだよね、うん、まあ一言で言うとコミュ力なんだと思うんだけど、まあ、本当に重要だなと思ってます。まあ、そんなねすげえ忙しい1週間を過ごしてきたんだけど、まあ、僕のね大好きな投資とか株とかの話に移していくと、まあ、何もする必要なかった。1週間何もしてない、何もしてないし何もチェックしてない。忙しかったからっていうのももちろんあるんだけど、環境的にね悪くないですね。はい、今年入ってから、まあ、去年の上昇がかなり大きかったんで、今年の上昇っていうのはそこまで大きくならない可能性が高いと僕は見てたんだけど、まあ、年初から見ると、まあ、20-30% ぐらい増えてるかな、うん、全世界とか米国株式とかで見ている限りだとやっぱ強く上昇していて、国内株式にねばっかり投資している人たちにとっては年初来でマイナスになっててもおかしくないと思うんだけど、広く分散して投資している人たちは結構資金増えてるでしょう。自分の資産の状況を確認してほしいんだけど、まあ、僕も証券会社 SBI 証券の数字だけとか見ててもそうどんどん増えてますね、うん。まあ、どんどん増えてるって言ってもね、その個別株やって2倍3倍になるみたい なんかそういう夢を見ている人たちからするとインデックス投資ってしょべえなって思うかもしれないけど、やっぱり地率もで、ね、ある程度、まあ、僕とかもう41だから手元の資金そこそこある状態の中では、まあ、10%20% 増えるんでもね全然十分なんだよね。まあ、なのでインデックス投資ねやっぱり最強だと思いますよ、うん。さっき話したように何も手間かかんない、何もしなくてもそうどんどん増えるっていうのがやっぱ特徴だよね。今週はねその FOMC があったり、物価に関係するような数字とかも出てきてたんだけど、まあ、結構注目されてたんですよ。今後の金利動向とかも影響がありそうだったんで。だけど概ね予想通りで、高いところ低いところ、まあ、各種指標もまちまちみたいな感じだったんで、まあ、あんまりマーケットに対しては影響なかったかな。どっちかというとなんか国内株式だけやっぱりね、ソフトバンクとかが結構売られてるのかな、ね、結構気になるとこ、まあ、確かになきにしもあらずなんだけど、まあ、そんなわけで、まあ、僕は基本的には全世界とか先進国を中心として投資をしているんで、まあ、どっちかというと影響なかったですね。国内のそういった株式市場の影響は全く受けることなく資産をねそう順調に増やせたかなというふうに思います。でもうね始まってから2週間以上経ったと思うんだけど、オリンピック皆さん見てますかね。オリンピック関連銘柄みたいな話とかもあったりするんだけど、やっぱりね面白い。スポーツはやっぱり素晴らしいと思った。昨日見てた中でいくと BMX すげえかっこいい、すげえかっこいいし、格闘技と言われているぐらいで本当にね激しい。クラッシュした時がめちゃめちゃ痛そう、下敷きになってるよねって思うような状況だったりもするんで、本当あの人大丈夫だったかなとか気になるところもあるんだけど、 BMX とかめちゃめちゃかっこいいなと思った、うん。でそのちょっと前にもさ、そのスケートボードで日本人がね金メダル取ったりとかっていうのもあって、やっぱりそのストリートスポーツみたいなものに対しての見方、注目度っていうのはぐんぐん上がっていくよね、やっぱりね。まあ、そういうのもね実はね見越してスケートボードを数年前にちょっとやってみようとしたっていうのは本当あったんだけどね、僕の体がポンコツすぎてそうできなかったっていうのが正直なところでね。実はまあ街中でねスケートボードできるような環境って実はあんまりなくって、うん、そういう意味ではやっぱそういうストリートスポーツをやっていくための場所っていうのを作っていかないといけないよね、専用にね。オリンピックはねその他で行くと、もともとチケット当たってたやつの話をおっしゃると、ソフトボール決勝ですよ、日本勝ったじゃないですかね、2対0だったっけ最後ね。まあ、あれとかもねすげえ感動的だよね。後藤さんっていうそのそれまでの試合で本当とにかく抑えまくって三振取りまくってたピッチャーを最後の最後上野さんに戻してまで上野さんに投げてもらった、そして上野さんが最後抑えて勝ったっていうのは本当にね感動的だった。あの試合チケット当たってたから本当は見に行く予定だったんだけど、無観客になっちゃったからねそう見に行けなくって、すげえ
まあ、その点で言えば残念だけど、やっぱりそのオリンピックというか、まあスポーツ特有のその筋書きのないドラマを連日見ることができていて本当に楽しい、うん、オリンピックやっぱ最高。忙しくってあんま見れてないけど、それでもそう見れてる中ではやっぱりすごい楽しい。でね、まあいろいろあんまり時間がなくってそういったコンテンツ見てないとか言ってる中で、最近ねいくつかねその新しい YouTube のチャンネル見つけたんですよ。もう結構チャンネル登録者数多かったから、まあ皆さん知ってるのかもしれないんだけど、一つはね、あの街録チャンネルっていう、街中で、まあ、素人だったりあのプロの人とかに、まあ、インタビューをするみたいなね、そういうチャンネルがありまして、街録チャンネルで、まあね、その有名人も出たりするんですよ。で、壮絶な人生をここまであのしてきたような素人の人とかも出たりとかして、まあ、コンテンツそのものがちょっとドキドキハラハラするような側面もあって面白いんですけど、特にね僕がねやっぱね気になったのは、そのオウム真理教の幹部だった上祐さんが今何をしているか、彼が何を考えているのかみたいなことを2回に分けてというか、まあコンテンツとしては2つに分かれてるんですけど語ってるのがあって、これがねすごい印象的、うん、なんか PR 担当みたいな感じだった、まあ、上祐さんは、まあ、事件の時に、まあ、テロかな、事件の時に日本にいなかったということもあって、まあ、最終的に罪に問われることなくかな、あの有罪となることなく出てきて、でその後ねその団体を立て直そうとしたり、中で対立が起きたりで賠償ということをやり続けたりっていうね、なんかそういう、もう本当に壮絶な彼の人生っていうものを語ってくれてますね。なんか本当に忖度なく全て正直に語っているであろう内容なので、これは本当にね注目ですよ。まだ終わってない、全然終わってないっていう話をね、そう本人がしてます。これはねめちゃめちゃ面白い。でもう一つはね、もうずっと1年半ぐらいやってるっぽいんだけど、The First Track っていう、まあ、多分ねソニー系がやってる番組なのかな、チャンネルがあって、これの、まあ、簡単に言うと音楽チャンネルなんですけど、とにかく品質が高い、映像と音両方とも最高ですね。ハイレゾ動向っていう話がね、そう結構あったりすると思うんだけど、 YouTube ってそのビットレートすごい高いじゃないですか。でそこに乗せて配信されるコンテンツってやっぱすごい品質高いんですよ。で中でもちょっとね感動したのは、まあ、僕はね年代的にっていうのもあるんだけど、デフテックマイウェイすげえ感動した。もう半年以上前に収録されたもの でそのチャンネルの名前の通りで1回の収録で全部撮り終える、でそのまま出すみたいな感じなんですよ。もうこれがねすごい、心を動かされる音楽と映像、その品質の高さはやっぱり注目だと思うんで、まあみんなもう見てるのかもしれないけどね、すでにねそう再生回数は数千万回になってたから、むしろ俺が遅すぎるのかもしれないけど、すげえよかった。心を動かされる映像と音を楽しんでほしい。そうだな、あとはねちょっと最近買ったものとかね、そう最近コンテンツ配信してなかったからその辺も触れておきたいなと思うんだけど、まあ、海外赴任の準備してるんでお買い物あんましないようにしてるんだけど、最近ねその子供用の椅子を買いました。なんで買ったかっていうと、子供がご飯を食べるときにハイチェアってやつを使って、そのハイチェアの背中をね起こしてあげて椅子の形にしてテーブルつけてご飯あげるみたいなことやってたんだけど、まあ、それをまあ元々の所有者に返さないといけないっていう時期が来ていて、でまあそれでねあの僕たちも自分たちで使えるものを買わないといけないよねっていうことで、まあ探し始めたんですよ。そういうベビーチェア探し始めて、本当ね何千円とかでもあるんだけど、今回買ったのはそうあの3万円以上、3万5千円ぐらいするようなやつですね。ストッケってところのそのベビーチェアなんだけど、木でできていて、まあ、高さもどんどん変えることができる。ちょっとねググって調べてみてもらいたいんだけど、めちゃめちゃおしゃれ、うん、ベビーチェアとしては多分ねナンバーワンだと思う。そう僕が調べてきた中ではナンバーワン。他にもね確かにね良さそうなものはあるんだけど、その機能性とおしゃれ度っていう意味でいくと、あんなにいいものはない。値段も高いけどね、うん、で結構ねその体が成長していってあの大きくなったとしても使い続けることができそうな椅子だったんで、まあ、値段はある程度そう許容できるかなと思って、その
高いねストッケっていうのを買いました。なんかねカラーリングもすごい優しい色になっててすごいお気に入りですね。自分の椅子じゃないんだけど、そうなんかねその所有欲を満たしてくれる商品だと思いましたね。うん、まあお子さんお持ちの方はね結構なんだろう名の知れたブランドなのかもしれないですけど、そのストッケの椅子は僕の中では最近買った中ではね最も満足度が高い買い物でしたね。まあ、やっぱりねそのまあ6、7000円のやつとか買ってもよかったんだけど、うっせえなやっぱりね後でね後悔すると別でもう一回買うとかねそういうことになりかねないんで、もうとにかくねお買い物する際は長期で見た時のコスパ、もう一回買い直すみたいなことがないような選択肢をするようにしてます。はい、まあみんなそうだと思うけどね。でまあそんな感じでそのベビーチェアをねそう前のやつ返しに行ったんですよ。で返すためにはまあ送るのもあれ良かったのかもしれないけど、レンタカー借りてねそう返すことにして、レンタカーを借りたんですよ。で僕皆さんご存知のように東京に住んでて、まあ、レンタカーで運ぶってなると、まあ、やっぱね首都高を使うことになるんですよね。まあ下で行ってもいいんだけど、やっぱね運転する時間短くしたいっていうのもあって首都高乗ったんですよ。すごいドキドキした。首都高に乗ったのね何年ぶりだろうな、ちょっとねもう記憶にないぐらい首都高には乗ってなかった。首都高ってねなんでそんなに嫌かっていうと、もうとにかくね合流と分岐が激しいんですよ。で最初料金所通った後の合流のところだって、普通さ高速道路ってもう 100m、200m ぐらいさ合流するところのレーンって長いじゃないですか。首都高はマジで短い。スピードがねそもそもねあんま速くないからそれでいいんだっていうのは、まあ、もちろんあるんだと思うんだけど、まあ、実際みんなさ60キロ制限の首都高とかでさ80キロとか100キロとかで走ってたりとかするわけで、そこにどんどん合流していくっていうのはねそうドキドキするんですよ。まあ、実際はね首都高とか走ってるとその合流側の車線走ってる人たちってみんな結構優しくって開けてくれるんだけどね。そうだからみんなが想像しているほど、まあ、本当になんかそんなカオスみたいな状況になってるわけではないんだけど、やっぱねもう本当に10年以上ぶりぐらいかな首都高に乗るってことだったんで本当にね緊張しました。うん、先週末行ってきたんだけどオリンピックの期間中だったから首都高を乗るとねそうプラス1000円されてて、そう値段的にはね非常に高かったんだけど、その分首都高を乗ったらねすごい空いてて、全然車走ってないみたいなレベルで空いてて走りやすかったですね。うん、緊張してた分そういう状況だったんですごいホッとして久々に運転ドライブを楽しむことができましたね。なんかね先日青森行った時にも運転はしてたんだけど、まあ、やっぱああいうところを運転するっていうのと東京の、まあ、特部首都高を運転するっていうのはちょっとやっぱね訳が違うよね。運転の技術としては全然違うものがあったりとかするんで、はい、恥ずかしいながらにも緊張して、でしかもその緊張が研ぎほぐれたタイミングですごい、うん、楽しい気分になりましたね。ちょっとね最近ずっとコンテンツ出せてなくて、まあ、申し訳なかったんだけど、そのさっき言ったように青森行ったりとか、まあ、そういうことをやんなくといけないみたいなのが結構いろいろあってね、そう、こういう機会なかったんだけど、無事にね、子供を飛行機に乗せるっていう練習もできたんで、いよいよシンガポール赴任、海外赴任の準備整いつつあります。このまま行くと、まあ、日本が秋の間に多分渡航できるんじゃないかな。ビザの取得がね、そう想像以上に7月入って以降順調に進んでいて、ワクチンパスポートとかの件もあるんで、もしかすると本当に最初に想像していたよりも難しくない状態で入国できるかもしれないなと今は思ってますね。なんかね JAL 乗ったんだけど青森行くときすごい対応良かったですよ。うん、すごい良かった。子供用の椅子を用意してくれて、膝上じゃなくて一席用意したんですよ、わざわざね。そうお金かかったんだけど、シンガポールの時を想定してシミュレーションしたかったから子供用に一席用意してたら、 JAL 側からねそう子供車でいうベビーシートを持ってきてくれて、で体のサイズ事前に合わせてチェックインする時に確認して、もう本当に手厚いサポートをしてくれましたね。空港にいるとね、子供いると非常にサービスが手厚いですね。
一人で旅行してる時と全然違くてびっくりした。誰から誰まですごい気を使ってくれて、ちょっと嬉しい気持ちになりましたね。うん、まあ、今回 JAL だったんだけど、JAL また使いたいなってやっぱ思ったぐらいなんで、とても良い経験、練習になりました。まあ、そんな感じかな。8月入ってまた来週以降お盆とかで休みとかね、取られる方も結構いると思うんで、まあ、僕はその期間にまた海外赴任の準備をどんどん進めていこうかなと思ってます。はい。まあ、そんな感じでちょっとね、今週はVlog っぽい感じでダラダラ喋ってるだけなんだけど、終わりにしていきたいと思います。じゃあもし今回の動画が良かったって方は高評価お願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。